釣り物ドラゴンコルセのチーム監督を務めさせていただいています。今の時代釣り物さんもこういった e スポーツの方にも非常に最近では盛んに支援されている中で、最近車離れも多いところで若い人たちがもっともっと興味を持ってもらえればいいなというふうに、釣り物さんの支援もやっぱりすごく大きな僕たちの力になってますから、頑張っていきたいなと思います。自動車産業、それからモータースポーツというのは非常に裾野の広い産業になります。で、関わる方は非常に多い。日本のある意味産業も支えていることになるかなというふうに思うんですけども、学生の皆さんにそういったものに触れていただくことに夢を持っていただきたい、そういったことが一番趣旨かな。そこに微力ながら貢献していきたいというような思いから開催をいたしております。企業の皆さんにもこの若い次世代を担う層がですね、ここにどんどん参画してくる、そういうきっかけの一つになるというところにですね、ご賛同いただいてですね、ご協賛、それからご協力もいただいているかなというふうに思っています。3連覇という結果が、練習した成果が出て本当に嬉しく思います。このような普段整備で使う消耗品というのはすごく費用がかかっていて、本当に自動車部員としてはありがたく思っております。主にこのパーツクリーナーはすごく乾きが早い上にすごい洗浄力も高くて、ミッションの周りの部品だとか結構オイルで汚れたボルト類を洗浄する際にかなり重宝させていただきます。なんか縁の下の力持ち的なところを釣りボーノさんが担ってるっていうのを、面白いなと思って車につけてみました。